サッカー選手のキャリアをギュッと1分にまとめたワンミーツフットボーラー、本日は森田秀正選手。森田選手は1995年大阪府に生まれます。中学高校まで部活キャリアを積み、大学は強豪の流通系大学へ進学します。ここで3年ぐらい才能を開花し始めた、まさに遅咲き。日本ではヨーロッパのようにクラブチームだけではない育成のシステムが複数整備されていることは誇るべきことだと思います。そして4年でユニバーシアード日本代表、インカレ MVP と一気にトップレイヤーへ成長していきます。大学時代は楽しいことはほとんどなく、まさにサッカー好きだったと森田選手は語っています。すごい覚悟ですね。複数クラブからオファーがある中、2018年前年 J1 王者の川崎フロンターレに入団します。上昇チームながら加入1年目からボランチのポジションを掴んでおります。そして2018年 J1 を制覇し連覇に貢献します。2019年シーズンからは川崎育成出身で日本代表でも共に戦うことになる田中碧が台頭してきます。この時後に2人はギスギスしていたと語るほど、時に2ボランチを組みながらも激しいポジション争いがあったそうです。この年惜しくもマリノス優勝を譲りますが、翌年2020年シーズンは再び J1 制覇、そして天皇杯制覇と2冠を達成します。この年はまさに川崎の黄金期、森田以外に三笘、田中、山根、旗手と、もちろん日本代表が多数所属していました。そしてついに2021年ポルトガルのプリメアリーガサンタクララへ完全移籍、そして2223シーズンはなんとフィーゴ、クリスティアーノ・ロナウドが多くのスター選手を輩出した名門スポルティングにステップアップを果たします。日本代表でも遠藤航を含む2ボランチはチームの生命線と言われるほどになりました。今年はチームではレギュラーをつかみ、リーグやヨーロッパ最高峰のチャンピオンズリーグに出場、カタールワールドカップでも日本代表の主力であろう森田選手から今後も目が離せませんね。最後までご視聴いただきありがとうございます。動画制作の励みになるので、高評価ボタンとチャンネル登録いただけると嬉しいです。